はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、木津匠です。今日はなんと、男子だけで男だけでドライブ企画第2弾です。多分今めっちゃブレブレになってる、ドライバーはいつも通り剣にやってもらいます。おはようございます。専属ドライバーの立石剣でございます、はい、すごい今日も運転します。もう剣の格好を見てるだけでちょっと涼しくなるような、もうね本当に暑すぎて、暑いよな、ずっと水色ってみんなを癒やしてあげようかなっていう気持ちで、ありがとうございます、はい、そんな気持ちで。そしてなんと今回なんと仲間が追加されると、イエーイ。その方は新人のオミです。はい、イエーイ、よろしくお願いします。とりあえずこの3人で向かいたいと思います。はい、どこに向かうんですか。今日は軽井沢です。はい、はい、軽井沢、めちゃくちゃ楽しみ。楽しみだね、超楽しみ。暑いけど森とか滝とかあるからちょっとは涼しいかもしれないな。滝いいっすね、やばい。ではレッツゴー、行ってきます。ゴー。めっちゃ楽しみやった。軽井沢に行ったら何をしたいですか。軽井沢に行ったら、キャンプしたい。軽井沢キャンプできるところなんか軽井沢の別荘とかいう響きが、あーそうだ ね、 ですね。別荘とか持つの憧れるよな。憧れます、ね、そういいよな。お前も車運転するんだっけ。僕運転しますよ。もともと社会人だったんで。そっか、そうか、それで仕事してたのか。はい、車ないですよ。そうだよね、大分は生きていけないんで。そうだよね、東京が珍しいよね、はい、あ、でもね、俺カレー沢行ったらね、美味しいご飯食べたい。あ、それはそうですね。暑いからなんかさっぱりした、うまいもん食べたいな。軽井沢で朝からずっとお酒を飲んでたいです、うん、いいね、優雅です。朝からそんなたくさん飲んでてもそういうのじゃなくて、なんかもう軽井沢にいる人ってなんか仕事してるけどしてない感じするような。へ、なんかそんな感じが。でもそれぐらいなんかアットホームで素敵な場所です。外国の方、軽井沢で美味しいご飯ってなんか有名なのあるんですか。蕎麦ですよね。え、蕎麦、超好きだわ、やばい、めっちゃ食べよう。あんこそばとかは違うんですか。あんこそば違うよね。違いました。あんこそば違う、なんかそんな気がしました。傘がなんか浮いてんだよ、浮いてるように見えるんですよ。へぇ、お店とお店の間の人が通る場所、その上が全部なんか傘が浮いてる、傘がいっぱい、すごい綺麗、見てみたいわ。言いそうなしりとりゲーム。イエーイ。中二病が言いそうなセリフですよ。言いそうだ。中二病っぽいものでもいいんじゃない。ジャッジメント遅延。いいや。うん、終わりです。やばい。自分でやりたいっつったのに。これからいくわ。はい。入り目が続く。くだらねえ。くだらねえ。ちょっとヤンキーっぽい。ギリ中二、ギリギリ、ギリね。エクスカリバー、バー、バ、バ。これが中二病なんでしょ、今。そうそうそう。中二病になれば出てくる。あ、もうまた出てきちゃった俺。マジ？でもどんどん痛い俺。ちょっと言ってみて、バ。バタフライナイフ。中二病だ。ふか。パス。フェニックス。おい、すまない。俺はもう無理。うまいな、たくみくんうまいわ。だが俺はここではまだ死ねない。あ、いいやいいや、うわ、いいやいいや、いいや、つながってるね。いや、先に行ってくれ。おお、いいやいいや、物騒にぶつなぎたい。烈火の炎に抱かれて消えろ。うわ、よく聞くやつだ。ロか、くぞと打った。その後ロでしょ。ロでよ、わからん、俺もパス。はい、ということで早速俺たちの寝床、いや、テントで泊まるとは思ってなかったけど、作っていかないと寝るところがないので、私の寝床はないらしい。頑張っていきましょう。じゃ
じゃあやっていきます。形を整えていきます。はい。とりあえず、なんか1時間かかるテントを15分ぐらいで終わりました。イエイ。だからなんか、冬仕様かよくわからんけど、もう1枚顔見せて、テントを分厚くしたり、中に仕切りを作ったりもできるみたいな。ということで、速攻で完成しました。カブトムシの背中になった。めっちゃ気持ちいい。15分ぐらいいける気がする。大丈夫そうですかね。はい、じゃあこの体勢で。マジで背中になった気持ち、はい、15分後にお声掛けに参りますね。はい、お願いします。おやすみなさい。寝れそうっすね、本当に。なんかね、この土の重みがすごい。めっちゃ熱いわけでもないし。出ますか。やば、あんま暗くて見えるかもしれないけど、生まれ変わった気持ち。日々の大変だったこととか楽しかったとかをことを思い出しながら入ってたらマジであっという間だった。今もすごいホカホカしてる体が。お肌スベスベっすマジで。なんか本当に熱い、なんかあったかい体が。冷え性とか一瞬で治りそうっす。すごい、もうマジで最高でした。もうあと寝るだけだね。あー、暖かい。あ、これすごい。めちゃめちゃ気持ちいいっす。なんかふかふかで包まれてるからもう眠いです。お母さんのお腹みたいです。例えるならめっちゃ暖かいお風呂、持続的に顔まで使ってるみたいな。でもなんか一つ違う点は酵素なんで、すっごい包まれてるっていう感覚がありますね。もうすでに発汗してきてます。はい、今では内臓を温めるような時間で、はい、15分から1分刻みで表面に汗が出てくると思うので。わかりました。はい、また15分になったら一度お声掛けに参りますね。はい、はい。これ僕もめっちゃ顔合わせついてますね。わかります？結構もうなんかでもなんていうんだろうな、運動してすっきりした時に似てます。やっぱ酵素だから動いたりすると熱くなります、ね。じゃあバイバイ。おみおみ、バイバイ。結構今すっごいドクドク言ってて、ケンカと同じこと言っちゃうかもしれないですけど、こうあの僕がまあ昔高校時代バレーしてた時に15分でアップっていうのがあるんですよ。まだその段階ですね。脈拍的にはふっふっというくらいなんで、男の服でいけそうな気はしないこともないこともないですけど。起きまーす。これどうですか、見てください。どうですか、あのファンタスティック4の岩のやつみたいじゃないですか。わかんない。いや最高でした。ありがとうございました。最高っす。やばいよこれは。体が軽いです。これただただなんか癒される企画っていうことで大丈夫ですよね。今日はもう最高ですよ。すごい痛いですね。もう全体的に下半身めちゃくちゃ張ってます。足。やっぱそうですよね。内、はい、ももがすっごい硬くて、はい、高校時代からバレーボールやってたんですけど、あ、そうなんですか。ここだけなんか伸ばす術がなくて、あ、こうなんか寝てこうやってやったらこっち側伸びるじゃないですか。そうですね、一番長いとこ、そこは伸びるんですけど、そこだけ伸びなくて。今度は足と足をくっつけて、それを遠くにひし形みたいな形にして、はいはい、それで前屈すると、
といいねボタンお願いします。頼むぜ。